主に日本の歴史のことを話すラジオ、略しておもれき。パーソナリティのケリーです。みなずきです。この番組はただの歴史好きの僕たちが毎回一つの歴史のテーマをもとに雑談する番組です、うん、なお僕たちは専門家ではありませんので内容に関してはご容赦ください、うん、はい、おもれきね、第245回です。245、はい。再来年のなんだ大河ドラマは、はあ、明智光秀ですって。あー、なんか言ってたな。キリン、はあはあはあ、キリンキリンとかなんとか、なんかキリンキリン、なんキリンが入るんでしょ。あのキリンビルのキリンね、動物のキリンじゃなくて題名に、うん、なんかキリンなんだって、うん、とうとう明智光秀も主役ですよ。そうなんだ、うん、へー。あの長谷川博己さんが明智光秀役。長谷川博己、うん、あの八重の桜の八重さんの旦那さん役やってた、うん、あああの人ね、ゴジラに出てたやん、はいはいはい、官僚の役の人ね、うん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 、ですって。へえ。だからその本能寺の変に至るあみ光秀なりの正義が描かれるわけなんでしょうかね、うん、まあね、彼なりに正当性を持って信長さんをやっつけちゃうんでしょ、うん、多分年末ぐらいに。そうでしょう。いよいよまでの、うん、その辺の、まあ、過去にもやりましたけど、あの本能寺の変のこう、うん、原因とかっていうのはなんじゃらほいっとのは東京オリンピックの後ね、東京オリンピックの年ですよ。20年、あのドラマの後ね。あ、そうそうそう、あの伊達天の次が、ああ来年が伊達天で、うん、その次2020年の大河ドラマがキリン、うん、キリンっていうか、キリンなんとか、キリンキリ キリンビール、うん、です。へ、うん、まだ長谷川さんしか決まってない。なんか風の噂では聞いた、うん、ああ光秀なんだみたいな。だから、うん、なんかまあさ、その大河ドラマとかでもさ、ドラマによってさ、まあ、あの出生地とかよく分かってないじゃない、うん、なんか濃姫といとこだったとかさ、ああそんな設定のドラマもあったよ。へえ。だから斎藤道さんとか、うん、その辺出てきたり、室町幕府に行ったりとか、いろいろ、まあちょっと楽しそうですね。丹波とかはじゃあ結構盛り上がるわけね。あの細川さんの方ですよね。丹波って、あれ細川さんの家臣もやってなかった？細川誰が？あ、光秀って。細川家の家臣、うん、いや違うでしょ。あれ奥さんがあれでしょ、ガラシャは細川に行くよね、うん、あ、その関係か。細川じゃない、細川から明智に行くんでしょ。ね、ほら細川なんとかっているじゃんね、あの玉、お玉さんは玉がガラシャでしょ。ガラシャで嫁に行くんだよね、細川。明智家に行くんじゃなかったっけ。明智家に、あれ玉って光秀の娘でしょ。ああそうか、逆か、光秀から細川に行くの、うんうんうん、で細川家は丹後でしょ、領地丹後で、光秀はほら本能寺の変の時丹波じゃん、うんうん、だ京都府が今回は舞台だから、うん、岐阜美濃の方から、うん、だから信長時代もあるから、うん、だから尾張美濃京都、うん、ぐだ岐阜京都ぐらいが、まあ、愛知岐阜京都ぐらいがメインの舞台になるのかな、うん、キリンが来る、キリンが来るっていうあれみたいですね。なんでキリンなんだろうね。なんでしょうね。あのキリンビールのあの絵のキリンでしょ、うん、あの首の長いキリンじゃないわけでしょ、うんうん、まあ、だからキリンはほらなんだっけ、良い政治が行われると現れるっていう、あそういう動物なのとか、そんな類と一緒でしょ、うんうん、まあそんな話なんじゃないの。あでももう政治家って言ったら政治家だもんね、もちろん、うん、
まあ伊達店もどうなるかまだモヤモヤしてるし、瀬古丼もそうだよ。とりあえず目の前の話だよ。次の次なんかなんかちょっとね、今年は情報早すぎだよね。あ、そうなの。なんか今だってタイミング決まってんじゃないの。ちょっとなんか前ギリギリまで分かんなかった時期もあったしさ、あ、最近情報垂れ流し系が多いよね。TOKIO のなんとかで NHK ごちゃごちゃしてるから、はあ、ダメだよ水月さん。リスナーさんとか酔った勢いで電話で呼び出したりしちゃダメですよ呼ばねえよ。また高校生とか未成年はもう厳しいですから気をつけてくださいね。大丈夫ですね。やっぱり怖いね。お酒は気をつけんとダメだね。酒の問題じゃないでしょう。うん、脇が甘いんだ。まあね、まあ、あの頃はゴールデンウィークの頃はそのニュースばっかでしたね。山口さん、そうですね、山口メンバーですよ。山口メンバー、うん、そうですな。ちょっと流行語いくかもしれない。出せないでしょ。水月メンバー、おもれきの水月メンバーはケリーメンバーととかってこう僕たちなら一発で容疑者ねえ、もうはいね、まあいっぱい楽しみでなかなかこう死ねないですね。これも見ないとあれも見ないとって感じで。どういうこと、ね、もうここまで生きたからもういいやとかって思ったりできず、あ、こんなもやるんだったらまだ死ねないや。そうな、大河だけが生きがいなの。別にそういうわけじゃないけど気になるじゃない。だから伊達店なんかもさ、脳年齢が出るかなとかちょっと期待してんだけどね。ああ、どうだろうな。もうちょっとタイガーも触傷気味かな。確かにね、ネタ、まあもうこれいつかが来る、アタッカーみたいな感じだけどね、うん、明智光秀来て、あ、ここもうネタきついんだろうなと。ちょっと根本的に考えた方がいいんじゃないかな。でも、もう昭和じゃ平成も終わりですから。そうやね、昭和ものはあってもいいよね。お侍さんの話ばっかじゃなくてもね。ああ、うん、それも結局な、どっかでやった話だしな。まあね、一通り、まあでもね、昭和は朝ドラが担当してるからさ。でも本当になんか3ヶ月クールとかで、うん、絶対取り上げられない人とか。でもそれも失敗してるじゃないですか。いやでももっと短いスタンド、本当にもう10話ぐらいで、ね、5回ぐらいでもうその人を、もうそこ誰も知らないみたいな。ショートショートみたいな、ショートタイガーね。地元でも知らないぐらいの人を。知らない人失敗してるじゃない。それで引っ張るからです。だから本当に一瞬で。確かにね、うん、1年はね、しんどいなって思う時あるね。うん、あのセゴドンとか見てても、うん、なんかいやもうそこいらないんじゃねえって話があるじゃない。もうセゴドンちょっとしんどいな。あの篤姫ってさ、今北川景子やってるじゃん。で今のセゴドンでは西郷隆盛とちょっとこう恋してるような思いがあるようなみたいな描かれ方してるじゃん。宮崎葵の時の篤姫は小松立脇とそんな関係じゃん。で小松立脇じゃんってお前みたいなあれ大久保の、大久保じゃねえだろうみたいな。でフジテレビのさ大奥って菅野美穂がやってたじゃん、天正院さんを。あの時はなんかよくなんか名もない武士か町人とちょっと恋仲みたいなのがあって、篤姫って誰とでも恋するんだね。なんだわけじゃない。すごい扱いがさ、その都度その都度さ、その都合よくさあって、なんかそうしないと物語が作れないんだろうか。まあそうでしょうな。持たないでしょうね。篤姫、恋大きい篤姫。そんな誰も言ってない。控えよですよ。何それ。ほら南野陽子が言ってるじゃない、生島さんが教鞭で。ちょっと最近見てない。まあ今言ってないけど最初出た時さ、うん、そうなかったっけ。控えよってなんかもっとこう甲高い教鞭で印象が深かったですよ。もうちょっとかなりやる気がないんで今。あ、本当、うん、でも今からでしょ。今から安政の大獄が終わって、
終わってる頃なんじゃないの、桜田門外の辺でどのこの島流しするんでしょ。ちょっと明治以降のみたいね、明治以降 どういう描き方するんだろうね。うん、はいはいね、皆さんもセゴドンの感想ともくださいね。さあ前回からですね、19世紀前半1800年代前半にですね、日本にやってきた異国船、何しにどんな船が何しに来たのかなという話をしております、うん、で前回はですね、あのイギリスの船がですね、あちこちにやってきては勝手に上陸して、ちょっと幕府側はちょっと困っちゃってて、うん、結果1825年に異国船打ち払い令ってのができちゃったってとこまで話をしました、うん、せやね。で、この話をしている元ネタの本がですね、中央公論社から出ておりますペリー来航、という本ね。で西川武臣さんという方が、お書きになられた本 と、山川出版社の小説日本史図録という、うん、あの高校でも使う副読本、うん、教科書の副読本を、使って喋、っております。さあ、今回は紹介するのは、ね、1837年、はい、森村号っていうのが来ます、うん、森村号は1837年の7月30日に東京湾、当時は江戸湾に来航しました、うん、これがね、日本史上初めてのアメリカ船なんですって。うん、そう、初めて来たアメリカ人、うん、で今までイギリスとかロシアとかアメリカ人は初めてみたいですよ、うん、で何しに来たかっていうと、日本との通商開始と日本人漂流民の送還のためにやってきました。でマカオに住んでいた7人の漂流民を送還することを通じて幕府に通商を交渉しようとします、うん、で浦賀奉行所が管轄する平根山台場から激しい砲撃を受けて目的を果たせずに退去したそうです、うん、これが初めてのアメリカから来た船でしょ、うん、黒船じゃないのこれは。どういうこと？これアメリカから来た船、ペリーはさ、ほら黒船って言うじゃん、うん、これは黒船で来たんじゃないの。あ、色がってこと、うん、黒いんじゃない。この時期だいたい船みんなね、タールを塗ってあるから、あの防水とか防腐剤とか、ね、うん、船食い虫が食べないよ、うんうん、じゃペリーより前からみんな黒船って、みんなじゃないけど、まあ、まあ、見てる人は黒船って知ってるんだ、うん、黒船はそれこそ17、それこそ江戸時代初期とかでも黒船って言えて、黒船って言葉あるでしょ。あ、そうなの。昔から伝統的にヨーロッパはああいう塗るんでしょ。それは黒船って言ってたの、うん、でも僕の中では黒船って言ったらペリーだ。まあまあそれは一つインパクトがあったんでしょうけど、でもさ、ドラマなんか見てるとさ、うん、黒船が来た、ペリーが来た、黒船が来たって騒ぐじゃない、うん、でも前からこの沿岸に住んでる人は、うん、見たことある人はそれなりにいるわけですね。国内へのインパクトが違うでしょ。それここまではなんかね、知ってる人は知ってる話です、うんうん、なるほどね。でこの森村号ですが、うん、平根山台場からどんどん大砲撃たれて、うん、逃げ帰っちゃうわけじゃないけど、うん、帰っちゃうわけですね。帰らないでしょ。どっかまた退去するって、一旦退去してまたどっかに行くんじゃなかったっけ。あ、そうなんですか。山か、そうそう、鹿児島裏側で追っ払われて、うん、でもう一回行こうと思って鹿児島山川、うん、なんだっけ、どっちだっけ、この開門岳の先っぽのところ、
指宿枕崎線とかあるじゃん、はあはあ、あの先っぽの山川に近づいてきて、うん、また追っ払われ、あ、ここに書いてある、そうそうそう、うん、また追っ払われちゃう、かわいそう、だって日本人連れてきてくれたんだよ、これ実は後に分かったんですよ、あ、そっか、話できてないから分かんないもんね、いきなりぶっ放したし、向こうも別に何も言ってこないから、そうだね、うん、だから後で批判を浴びるんです、で手紙先に電報でも送ってくれたらよかったんだよ ね、まあ、ね、メールとかね、制度があればね、うん、ないんだもんね、うん、直接来なきゃ、行って日本人連れてきたんですけどって喋らないと、うん、でも喋る機会が与えられなかったんだね、タイミングが悪かったね、でさらにこの異国船打ち払い令が施行されてる時代ですから、うん、どんどん打つ、そう、裏側のこの平根山台場っていうのはこれ見晴らしのいいとこにあるんですか、それは砲台だから見晴らしがいいとこでしょ、うん、で船に届くのぐらいの太鼓なの、届くんじゃない、ね、瀬古堂見とってさ、見てて、うん、あの大砲撃ちまくってて、うん、あの島津成明さん、うん、死んじゃった、うん、あの撃て撃て撃てってちょっと狂気じみて、ね、あんな大砲なんなもんでしょう、あのなんちゅうのタイヤがついて、タイヤ横に第八車みたいな感じのさ、うん、あれに大砲乗っかってるような感じの、まあ、どでかい感じじゃない、砲台だから別にあの固定式でもうちょっと大きいかもしれないね、それでも船やっつけるぐらいの強さのある砲台って江戸時代ってあるの、それ一発で沈めるのは無理でしょうけど、まあそれは脅しというか意思表示でしょう、来んなっていう威嚇みたいな感じって思った方がいいんだ、うん、結局この船はですねマカオに帰ったそうです、うん、はい、で、渡辺火山とか高野長英が、うん、この幕府の対外政策をこう批判したそうです、うんうん、なんで批判するの、ちゃんと法律守ってやってるじゃん、だから今言ったように後から実はこれは、うん、あの別にその侵略的な意図ではなくて、うん、むしろ日本人送ってきたのにこんなことやっちゃったらかえって敵に戦争起こる口実与えちゃうんじゃないですかっていう、うん、なんでわかんの、その後でわかるってどうやって、オランダ経由とかでわかったんですかね、ねえねえ日幕府さんってこの間モリソン号って船来たでしょ、あれ日本人連れ戻しに来てくれたんだよ、オランダはほらオランダ風雪書きっていう定期的にいろんな海外事情を報告してくるから、うん、それで分かる、この辺から多分ねバレたっていうのは分かって、いや実はって話で、うん、なるほど、でそれを聞いてそれを大砲ぶっ放したらそれはダメでしょって話ですね、なるほど、うん、でそういうふうに渡辺火山や高野長英は、うん、幕府を批判したしました、うん、その翌年万社の獄が起こりました、そうですね、万社の獄って何、彼らが所属している少子会っていう、その少子会っていう組織が弾圧された、ああ万世の大国みたいなやつね、あんなでかくないけど、うん、まあ、そういう蘭学者とかその海外の事情にまあそういうのが明るい人たちのサークルが少子会ってやつで、うんうん、サークルなんだ、サークルおしゃれだね、うん、サークルでしょ行ったのにね、渡辺火山の資料館、ああ田原ね、三方昔ね、そうそうそう行ったのにね、うんうん、こんなこと書いてあったかな、書いてあったやん、本当に俺の三河田原の家老だから結構身分の高い人で、ああ火山さん、そうそう、でこれでなんか謹慎してて、うん、でもねお殿様に迷惑かかっちゃうから、うん、結局自分で最後ね切腹されるって、前回もそうだけどみんな死んじゃうんだね、それが武士です、うん、はい、これがねモリソン号事件ってやつですね、うん、はい、続いて来るのがね1845年に来るのが、うん、マンハタン号、これね1845年4月17日に浦賀港に入港した捕鯨船です、う
で、22人の日本人漂流民を日本に引き渡すために来航しました、うん、というやつです。日本人漂流民も多いんですね。まあ、大黒屋光殿の時もそうだったけど、ね、相当数いるんだね。江戸時代を通じて死んだ人っていっぱいいるんでしょうね、きっと。大黒屋光太夫もだって日本沿岸、うん、黒潮の方まで行かないでしょ。それでもアメリカなんかね、そんな太平洋側に出てくるなんかこの辺じゃないですか、19世紀になってからだから、うんうんうん、それまでは多分太平洋に流されて死んじゃった人っていうのは5万といるんでしょうね。で運よくアリューシャンレッドとかあっちの方に流れ着けば、北の方に行ったらもう、まあ、ロシアだし、うんうん、まあ、それもね、あんなとこほとんど人住んでないわけだから、うん、まあたくさん死んでんでしょうね。ねえ、まあ今でもね、船員保険ってあるぐらいだから、やっぱ海は危険だね。またちょっと、うちの親戚もね、船員さんなの、遭難して死んじゃったよ。あ、そうなの、うん、漁船、漁船、商船で、漁船、漁船で、うん、それはまあ大変な仕事でしょうな。うん、あの親子で、ああ、うん、まあね、ニュースになったもん、イタゴ一枚下は地獄ってやつですからね。でやっぱその一人だけ見つかって、船員さん、うん、でそこの家族さん、その遺体確認って言って遠くまで行ったもん。へえ、ああ、うん、そうか、でいとこまで流れたんだ、あっちの東北沖で、ああ出漁して、うん、でもうずっと水に浸かってるから、そうでしょう、ブクブクになっちゃうんで、うん、なんか盲腸の傷跡で家族ですって、多分家族ですっていうので、うん、あのって行方不明って今って7年ぐらい行方不明だと見つかんないと、うん、もうなんか死亡届、まあそうね、出せるらしいよね。行方不明ですからね、うんうん、はい。でこのマンハタン号なんですけども、うん、これ45年に来たんですけど、うん、ちょっとその前に1842年の8月、うん、異国船打ち払い令が廃止されてるんです。そうですな、アヘン戦争、中国のアヘン戦争ですね、うん、での情報を入手した幕府はイギリスとの無用な摩擦を避けるためにこの異国船打ち払い令っていうのをもうやめちゃいました、うん、やめた後なので、うん、マンハタン号は砲撃を受けず、うん、浦賀奉行所と交渉することができました、うん、で、幕府は漂流民22人の引き取りを決定して、うん、4月21日にはマンハタン号は帰ってきました。だから4月17日に来て21日には帰ってくるので、うん、17、18、19、20、21、5日間しかいなかった、うん、というとてもスムーズなやり取りで終わったんですね。モリソン号と全然違いますね、うん、モリソン号なんか撃て撃て撃てって感じなのに、マンハタン号さんはどうされましたって感じで受け入れてもらえたんですね。そうですな、タイミングですねこれも、うん、これは異国船打ち払い令っていうのが出てるから日本ちょっと危険だよっていう情報っていうのは当時は流れてたのかな、オランダ経由で。だからそれはまあ当然あるんじゃないですか、アジアのとこに来てる、それは欧米の船の間には。で廃止になったのも知らないわけじゃないって思った方がいいの、まあ、廃止も理解してたのかもしれないですね。で日本もアヘン戦争の情報 もう入ってるわけですね。うん、アヘン戦争って41年でしたっけ、42年、2年ですか。ああじゃあそのすぐ廃止してんだね。そうそう、42年に廃止だから、うん、幕府も柔軟ですね。40年から42年か、42年に終わってる、はい、うん、だから同じアメリカの船だけど、うん、異国船打ち払い令中とアフターでは大きく違う対応ですね、うん、はい。じゃあ次、今度ビットル艦隊っていうのが、うん、1846年来ます。これアメリカの艦隊です、うん、1846年7月20日に来航します。
東京湾にやってきます、うん、これがねに東京湾に初めて来航した軍艦なんですって。軍艦として東京湾にね、なるほど、初めて来たんですって。でこの艦隊の旗艦がコロンバス号、うん、兵士780名と大砲86門というとても大きな船ですね、うん、で随行艦一緒に来た船がヴィンセンス号、うん、兵士が190名大砲が24門ついた船だそうです、うん、何しに来たかというと日本が開国する可能性があるかを調査しに来たそうです、うん、で日本は外国と貿易することも国交を開くこともないですとビットル艦隊の方に通告をしたので、うん、9日後の29日、7月29日に帰ってきましたってことがありました、うん、780人も乗る船って大きいんでしょうけど、どれぐらい大きいんでしょうね。どれくらい大きい。86個も大砲ついてるんだよ。だから右側に40個と左側に40個ぐらい乗ってる。まあね、うん、であのパイレーツ・オブ・カリビアンみたいな感じでどん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 ってこう、うん、撃つんでしょ。そうですね。じゃ軍艦これも黒船でしょ、うん、やっぱこの頃は騒がなかったの英語の人は。こうペリーばっかこう思っちゃうんだけど、それなりに騒いだんじゃない、うん、でもすぐ帰ったし、まあ穏便ね、うん、ペリーなんかほら大砲ぶっ放したり。あ、そんなことすんの。いやだって最初からもう脅す気で来てるから、うん、よくさこのペリーの横浜上陸って絵、確かにでかいの、うん、こんなんさよく見るじゃん、うん、こうでなんだっけ吉田松陰はなんか船乗りに行ったりとかさ、うん、なんかそんなこととかっていうの聞かないですね。それ何ページ載ってんの。194。すいません、こちらの話ですが、あ、これがビットル号、うん、ビットル号じゃん。あ、ビットル艦隊機関、これがコロンバスってやつですな。確かに砲列が2門あの2段あるから、いわゆる戦列艦っていう、まあ、かなり大きな軍艦ですね。この黒い点々が大砲、まあ、多分訪問でしょうね、うん、二段式っていうの、うん、上と下に、そうそうそう、すごいね。これこんだけ大砲も乗せてるんだから、あ、弾も乗せてるんだから、うん、沈まないのかしら。だって一つの大砲に一個ずつしか弾乗せてるわけじゃないでしょ。そりゃそうだよ、何発も撃てるようにしてるわけでしょ、うん、そのためのさ火薬と弾もいるわけでしょ、うん、で食料とかも乗ってるわけでしょ、うん、沈まないの、こんな木の船で設計してやる、うん、はい、はい、これビットル艦隊ですね、うん、はい、で次プレブル号っていうのが1849年に来ます、うん、これ軍艦です、うん、アメリカの軍艦です。1849年4月18日高地中のアメリカ国民を救出するために、あ、これ救助するために長崎に来航します。うーん、だから逆に日本側で助けたアメリカ人ってもちろんいるわけですよね、うん、でこのに日本にアメリカ漂流民がいるよ、拘置されてるよっていう情報は長崎のオランダ商館から、うん、中国の広東駐在アメリカ弁務官に情報が入って、アメリカ東インドプレブル号を派遣を要請 します、はい、ごめんなさい、アメリカ東インド艦隊司令官に中国からあの中国の駐在所から連絡があって、でプレ駐在所って なんつうの、大使館でいいの、弁務官だ、外交官外、うん、大使館みたいな、うん、駐在所はお巡りさんだね、駐在所は警官だよ。でその東インド艦隊司令官からプレブル号を派遣
という CD があって、うん、長崎にやってきます。そうよね。で、4月18日に長崎にやってきて、4月26日に、高知中の捕鯨船の乗組員たちを引き渡しましたと、うん、で返してよって迎えに来てくれ来たんだけど、もともとですね、1949年の翌年50年にオランダ船に乗せて送還するってことはもう決まってたそうなんです。でこっちの言い分も聞かずに、わざわざ迎えに来てくれたのかな、というとこですね。他にも多分きっといろんな異国船って来てたんでしょうけど、教科書的に出てくるのってこの前回今回と喋ったようなのがこんなもん。こんなの出ないよ。プレブル号だのマンハタン号なんて、ね、聞いたことがない。嘘ない。でも載ってないよねこっちの教科書には。ないでしょ。うん、でフェイトン号、ビットル艦隊はまあ出るわな、フェイトン号事件も有名ですよね。そうだね。あ、そうなの。あ、確かにね、山川の本の方にはこの辺載ってないのか。はい、ですが、まあ、こういうのもあったんですって、でこのあとペリーが日本に53年やってくるんでしょうね。4年後ね。それはまたいつか、ね、ペリークロフペリーさんの話とかしたいなと、思っております。いつかは未定です、今のところ。52年とかにもアメリカを出て、ね、1年後ぐらいに来るんだから、まあ直後ですよね。この事件があったも直後ぐらいにはもうアメリカ、ビットルの、情報で、日本は生半可なことじゃ言うこと聞かないよってことなんでしょうね。でも開国させたいんだもんね。だそれをまさにこの捕鯨船がね、太平洋でいっぱいアメリカの船がいますから、彼らをちゃんと保護してもらわないと困るって話でしょ。まあその辺はまたいい課題なので、あ、テーマなのでまたやりたいと思いますがね。この19世紀前半にやってきた異国船たちを紹介しましたが、まあコロコロ対応も変わるもんですね。受け入れたりダメって言ったり、そうね、それだけやっぱりこう本当に来たらどうしようっていう対策っていうのはあまり考えられてなかったってことですか。そうかな。でも意外と柔軟に本当にかなり早い段階で情報を手に入れて、まずいなと思ったらすぐ切り替えるっていう。そういう意味では柔軟。いや、比較的その幕府の対応っていうのは、やっぱ賢いんだね。鎖国の中でこれだけ対応で、本当にね、アヘン戦争ができて終わってすぐにもう、まずいなと思ったら対応してんだから。はい。大したもんです。大したもんです。幕府っての。そうだね。奥下さんじゃちょっと、京都にいたら海もないから、想像の理解もしてもらいにくそうだね。鎖国って言うとね、なんかもう目も鼻も耳も全部塞いでるみたいなイメージだけど、実はこれだけかなり情報を的確に手に入れて、かつそれにすぐ対策を打ってるっていう。ただ今のこう学校で習う時、鎖国って言葉がもう使わないみたいなの聞くよ。使わなくはないけど、ただ他の外国との交流、今までの要するに我々が持っている鎖国のイメージとは違うでしょって話。鎖国って言葉自体はね、やっぱ歴史的な用語だし。でも今でも世界のどっかの国じゃ鎖国政策を取ってる国ってあるわけじゃない。まあ北朝鮮、北朝鮮はなんかいっぱい国交あるみたいじゃない。国交だ、結局そのね、都合がいいとこだけでしょ。その完全にオープンじゃないんだ、そんな国いっぱいあるじゃないですか。日本だってそうだったわけでしょ。まさにそうじゃないですか。お互い様ですよね。はい、じゃあお便りいきます。はい、まず最初はね、むつきさんからいただきました。むつき、はい、ケリーさん、みなずきさん、はじめまして。
いつも楽しく拝聴しております。私はラジオ番組にハマったことがなく、ましてやお便りを出したことは一度もなかったのですが、おもれきだけはとてもハマってしまい、お便りを出してみたいと思いました。検索したきっかけは忘れてしまいましたが、ポッドキャストで偶然おもれきを見つけ、昨年の12月頃の第221回ゼロ戦、冷戦の回から聞き始めて、毎回欠かさず聞いています。今ではポッドキャストで最新回を聞き、ヒマラヤアプリで中盤から、YouTube では初回からの3本軸で聞いています。うん、ケリーさんの時々かますボケに水月さんがツッコミを入れるお二人の会話がとても面白いです。もちろんそれ以前に番組の内容もとても好きです。毎回テーマの着眼点も面白いです。ケリーさんの知識の広さもすごいと思いますし、さらにその知識量をはるかに上回る水月さんには驚かされます。これなんか文章打ち間違いでしょうね、この文章ね。どういうこと？ね、このなんか知識量を、ケリーさんの知識量をはるかに上回る水月さん。これ多分打ち間違いですね。まあまあ、非常に的確な。間違ってます。指摘です。はい。私はの水月というネーミングですが、どの回か忘れてしまいましたが、水月さんが生まれ月からつけたとおっしゃっていたように記憶しており、勝手ながらその由来を拝借してむつきを名乗らせていただきました。もしまだ聞けていない回で、すでにむつきさんって方、他で名乗っている方がいらっしゃったらごめんなさいと。長々と長文失礼いたしました。初のお便りの内容は歴史に無関係なくすみません。またお便りテーマに沿ったメールも今度出してみたいと思いますと、いただきました。ありがとうございます。はい、こうラジオ番組にハマったことない。皆月さんは普通のラジオとか聞く？今は聞かないね。そう、学生の頃結構、まあ、それこそハマったというか、いろいろねはがき書いたりなんてのもやってましたけど、昨今は聞かんな。もう、まあ、前も喋ってる気がしますが、僕朝はラジオなんですよ。ああ言ってたね、6時になりだすんです、FM が、はいはいはい、でニュースと音楽とか聞きながら、はい、あのラジオ番組って基本やってることって変わらないじゃない。あのこと。だから7時になったらニュースが始まって、7時5分になったら誕生日で、はいはいはい、7時10分になると交通情報とか。誕生日？え、誕生日って言った？誕生日って言わなかった今。7時になったらニュースで、7時5分から天気予報で、7時10分になったら交通情報とかって言ったつもりなんだけど。絶対誕生日。本当ですか。うん、で。でそれが番組名変わってもパーソナリティ変わってもその辺で変わらなくて、まあまあテレビとかもね大体7時代って似たような内容だしね、なんでそのラジオ特に FM さんとかって、超ウルトラ緊急事態じゃない限り、まあニュースはね、プログラム変わらないじゃないですか。で耳で動くんですよ、その朝、今7時5分だからちょっと急がなくっちゃとかって、まあまあ、朝空とかと同じ使い方、もう習慣づいてるね。もうで昔は AM 放送とかも聞いたりしていましたけどね。なんか最近さ喋りが少なくない？結構、まあ、朝の番組なんか特にそうだけど、それ FM だからじゃない？いやいやいや、FM はさ音楽だけど、AM でも結構なんか変な CM とかさ、なんだっけ、あの実演販売みたいなのが入ってこない？あのラジオショッピングね。そうそうそう、あるあるある。なんていうのね、あの人パーソナリティ同士の掛け合いとかってなんか全然なくて、ちょちょって喋ったらすぐ CM とか音楽で、今の時間だけ番組を聞いたとおっしゃえば、そうそうそう、もう一個、もう一つですかとかって言って、あやってるよ、なんかそんな15分ぐらいやってる番組ある？つまんないでしょ。スポンサーないんだろうね。まあ、そうなんだけど、まあ、その辺は聞き流してるけど、でも15分って結構でかいじゃん、1時間の番組で半分ぐらい CM じゃないかなと思うんで、ちょっと考えてください。その点我々ほらもう喋り
ばっかりだから、うん、スポンサーもいないしね。スポンサーは欲しいあだからスポンサー来たらやらなきゃいけないのか。そうそう、これで水月さんこのお茶飲んでみてください、これはインドのとかってこうやって言うんだよ美味しいとか言わないんだよ、これどうしたんですかとか、ね、これうちの番組だけの特別販売なんです、本当にとか、これね、東京都の F さんなんですけれども、これを飲んで10キロ痩せたって、あくまでも個人の感想ですけどとかってこうやって言わなきゃいけないんだよね、うん、大変なんだよ本当のラジオさんって。できるじゃん、うん、あ、できると思うよ。うちなんかね、つけてもらえばいい。悪徳商法でさ、はあ、あのコンビニ潰れたコンビニとか店舗にさ、はあ、あのおじいちゃんとかおばあちゃん寄せ集めてさ、あなんか機械とか あるじゃない、あの SF 商法って布団とか売りつけますね、うん、行ったことある、はあ、ねえよ、行ったの昔、あの偵察兼ねて、はあ、偵察兼ねて、はあ、うん、既得だね、やっぱ勉強偵察兼ねて、はあ、妻と行ったのよ、妻、うん、夫婦っていう設定で女友達と行ったのね。そしたらね、話うまいんですよ。あんなのだってマニュアルでしょ。うん、で台本見ながら喋ってるんですけど、そうそうそう、逆に変な横やり入れられるとあれダメなんですよ。そうそうそう、マニュアル通り喋って洗脳していくんですけど、あこれでこのその喋り方が、僕が見に行った人の喋り方とかキャラクターが自分に被るんですよ。あそう、あ僕この業界いられなくなったら、うん、あの仕事できるなって。できないなちょっとね、うん、あの僕は優しすぎるから、うん、できないと思いますけど、でもね本当にね、うまいな、しっかり仕込んできてるなって。あれもね、桜がいてその相の手が入るからでいけるわけで、うん、誰もアウェーなとこであんなの喋ったって誰も聞かないわけで。もね、行ってよかったよ、ノリもらったあのお寿司とかで、あの大きい海苔ね、とね、ティッシュペーパー5個とね、そうですか、うん、青汁もらいましたよ。そんなのガソリンスタンドでくれるよはい、今後もねお付き合いくださいね、ありがとうございます、はい、さあもう一丁いきますよ。もう一丁、はい、みちのくの姉さんからいただいております。姉さん、はい、ケリーさん、みなずきさん、こんにちは今年の桜の開花が早く、福島県の花見山も満開だそうです。238回を拝聴しました。今日はケリーさんに反応してしまいました。まず歌舞伎の件ですが、初めて見るなら透視狂言がいいと思います。透視狂言なら映画のように最初から最後までストーリーを追ってくれます。私は学生時代、国立劇場と歌舞伎座通いが趣味でした。私が学生の頃は国立劇場ができたばかりで、透視狂言が多かったように思います。歌舞伎座の方は場面ごとに上演されていたように思います。2の人にはそういう見方がいいのかもしれませんが、初めてなら透視狂言がおすすめです。能の鑑賞は一度でやめました。あのリズムが心地よすぎて睡魔に襲われました。卒業後は宝塚歌劇に変わり、結婚してからは劇団四季に変わりました、うん、そして今はテレビ前の茶の間劇場、お茶の間劇場に変わりましたが、昔のプログラムや写真集は断捨離できません。チケットも高くなったんでしょうね。ケリーさん、水月さん、歌舞伎も宝塚も四季もぜひご覧になってくださいね。劇場に行くだけでワクワクしますから。もう一つ書かせてくださいね。九州のリスナーさんが通われた学校は陣屋の跡地だったとか、私が会津若松で通った中学校は29連隊の跡地で、立派な門が今も立っています。本州から札幌に転校した私は、学校給食のラーメンとアイスクリームに度肝を抜かされましたが、札幌から会津に転校した私は、綺麗なお城と連帯の、レンガの門、そして何よりカルチャーショックを受けたのが、一番張り出されている試験の成績表でした。あ、一番から張り出されている試験の成績表発表でした。さすがに会津の厳しさを感じました。今はどうなのでしょうか、といただきました。はい、はい、
京も歌舞伎もまあ見たことないんですけど、僕劇団四季はあるよ。ああそうですか、うん、あれ見た、ライオンキング。ライオンキング、うん、へー面白かった。あそう、うん、なんかね、うん、ライオンキングね、舞台の上でわわ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 、あの大人しライオンみたいなのがさあの歌ってるしてるじゃない。台無しだな。であのなんかの時に、はあ、その僕たち下で見てるでしょ、はい、そこのねこう通路あるじゃん、うん、そこに動物たちが通るの、役者さんたちが、うんうん、なんか それを意識して友達がど真ん中じゃなく、うん、通路側の席を予約取ってくれて、あ彼は知ってたわけ、うん、そういう設定、そう何回か見に行ってて、僕も一緒に連れてってもらった時に、うん、そういうのを配慮して、うん、そうそうそう、うん、だからえ真ん中の方がいいと思ったら、あこういう楽しみ方もあるんだと思って、うん、でもいい値段しましたねやっぱね。まあね今劇場はね、うん、高いですね。ねまた行きたい。まあね町のね文化会館とかにもちょっとお休めの劇団四季とか来るじゃん。お休めの劇団四季ってなんだ。えなんかだからさあの劇団四季ってさ大都市に劇場持ってるじゃない。うん。じゃなく地方都市にもさ。あんなの来んの。なんか巡業してるの来ない。嘘それなんか違うやつなんじゃない。だからなんか多分5期とか3期とか式じゃないんじゃない。あわらびとかわらび座とか、ああ、うん、そういう劇場でした。劇団長、うん、でも式も来てたよ本当に、うん、だから多分トップ式のトップじゃなく、あ2軍とか3軍系の巡業みたいな、うん、本当かどうか分かんない。どういう仕組みでどう回ってるか知らないですけれども、うん、うんなんか時々来るじゃない、うん、行きたいなって思うんだけど、なんかいちいちさそういうとこのさ文化会館の会員とかに入るとかさ、あるじゃん劇団四季に入ってる、まあ、いわゆるファンクラブに入ってる人の方が優先的にいい場所取れるじゃんとかっていうのが、その入るのがめんどくさい。もっとねなんかサクッと行けりゃいいんだけどね、うん、なんかもういちいち切符取ってとかっていうのがね、だからアングラみたいなさ、こうふらっていけるのが地方都市にもいっぱいあるというね、なってこう思いました、うん、はいありがとうございます。はいじゃあ今日はここまでにしますね。はい、はい、おもれきではリスナーの皆様からのお便りを募集しています。あの時代に行ってみたい、あの人に会いたい、おすすめの歴史漫画や歴史小説、大河ドラマなど歴史ドラマや映画の思い出や感想、戦争の体験談など、他にもいろいろとお便りテーマがあります。詳細はおもれきのブログをご覧ください。番組へのお便りは E メールまたはツイッターのダイレクトメールでお送りください。メールアドレスはメールアットマークおもれき .com、 ツイッターはひらがなでおもれきと検索してください、うん、さらにおもれきは YouTube でも過去の回を配信しています。こちらもおもれきをお楽しみください。あこちらでもおもれきをお楽しみください、はい、ではまたポッドキャストでお会いしましょう。さようなら。さようなら。